ビンゴ五国神社は、広島県福山市丸のうちの福山城北側にある五国神社である。旧社格は、内務大臣指定五国神社で、戦後別表神社となった。旧正安倍神社。祭神は、ビンゴ国出身の五国の英霊、大美子命、ブヌマ川別名、豊川別名及び安倍正宏をはじめとする歴代、ビンゴ福山藩主である。 明治元年、福山藩主、安倍正武が、岩見増田の役と函館戦争での戦死者の霊を祀るために、旧復活軍、吉村に召魂社を創立したのに始まる。明治26年に、福山公園の本丸人質やぐら跡に潜座し、明治34年に、関西福山召魂社に改称した。昭和14年に、内務大臣の指定を受けて、 福山五国神社と改称した。昭和15年の紀元2600年を機に、足川下藩に新たに広大な境内と運動場を有する神社として混流されることになり、第二次世界大戦の最中も工事が続けられていたが、完成目前の昭和20年8月8日の福山大空襲によって消失した。この敷地は現在、福山市体育館として使われている。 第二次世界大戦中後の一時期は、ビンゴ神社を名乗っていた。また、福山城本丸にあった元の福山商懇社に合祀されていた。昭和29年に、社殿を安倍神社の本殿を改装した上で合祀することが決定し、昭和31年に復興し、それに合わせて福山藩主の安倍氏が建流した安倍神社は、境内社として残っている。現在の、 五国の英霊以外の祭神は、この時合祀されたものである。翌昭は32年に、ビンゴ五国神社に改称した。なお、安倍神社の時代には、参道は南側にあったが、消失したビンゴ五国神社を移す際に、参道医師団を西側に移すとともに、拝殿神門が建立されている。そのため、西側から参拝するのが正式であるが、南側からも参拝するのは可能である。 また旧安倍神社の門も残されている。この神社の境内には NHK 大河ドラマ、武蔵の中でも紹介された宮本武蔵が座ったとされる腰掛け石が安置されている。武蔵は元流島の決闘の後、大阪の神玄長元年において、俗説では豊臣方として参戦したとされているが、文献では徳川方である水野勝成の陣において、 着手の水野勝茂助として名前が記されている。そんな武蔵と水野家との関係を思い起こさせるのが、腰掛け石で伝承によれば、官営年間に武蔵が福山を訪問した時、勝成のいとこで、水野家2番家老である中山証言の屋敷で共演が催され庭園で、腰を掛けた石がこれであるという。そして、 水の家断絶後に入法した安倍氏の時代にも、家老、下宮三郎衛門の屋敷に引き続きあったが、福山藩廃藩に際して、当時の安倍神社に奉納されたと言われる。武蔵が実際にこの石に腰掛けたかは明らかでないが、歴史的ロマンがある伝承と言えるだろう。貧乏母国神社が鎮座している、天神さんは、福山城の背後の山であった。そのため、明治維新前夜に、 普代大名である福山藩に大使長州藩が来襲してきた際、それに備え、福山藩は北側の山肌を削って防御する強壁としていた。しかし現在では、道路の拡幅工事のためさらに削り取られ、山上にも福山武道館などの公共施設が建設されたため、球城をうかがい知ることはできない。ただ、その時に存在していた赤門が、 五国神社の敷地内に現存している、ビンゴ五国神社、ありがとうございます。